ジョン・ラファージ・フィギュア・オブ・ウィズダム。ジョン・ラファージは、アメリカ合衆国の画家、ステンドグラス作家。英文による、初の日本美術論と言われるエッセイや、日本滞在記を表し、アメリカにおける、ジャポニスムの火付け役と言われている。ニューヨークの裕福な、フランス人家庭に生まれる。カトリック系の大学に進学後、セントジョンズカレッジで法律を学んだ後、1856年に、パリでは、画家のトマクチュールに師事。学生時代からラスキンに傾倒していたこともあり、イギリスでは、ラファエル全派から影響を受ける。1857年に帰国し、画家として活動を始め、壁画やステンドグラスを多く手掛ける。1861年に、地質学者のパンペリーが持っていた浮世絵で、葛飾北斎を知り、浮世絵の収集を始める。1870年には、パンペリーの著書、アクロス、アメリカ&アジアの中で、アンエッセイ、オンジャパニーズアートという日本美術の書を執筆。これは、フランスのアーネスト・シェノーの1869年の論文、エル・アート・ジョポネを元にしているが、英文としては、初めての日本美術紹介と言われている。1886年7月2日には、来日を果たし、日光、鎌倉、京都などを旅して3ヶ月間滞在する。この時、岡倉角蔵、フェノロサ、ビゲローらを知る。10月帰国。岡倉とは帰国後も交流があり、1897年にラファージが書いた日本滞在記のアン・アーティスツ・レター・フロム・ジャパンは岡倉に、岡倉の E.N. ザ・ブック・オブ・ティーはラファージにそれぞれ献呈している。1890年にはポリネシアにも旅している。ラファージはルイス・カムフォート・ティファニーと共にアメリカにおけるステンドグラスのパイオニア的存在で、二人でステンドグラス協会を作っていたこともある。ステンドグラスや壁画作品はトリニティ協会、ビルトモアエステート、コロンビア大学のセントポール教会、ブレーカーズなど、現在もアメリカ各地に残っている。1860年に、マシュー・ペリー提督の兄オリバー・ハザード・ペリーの孫娘マーガレットと結婚している。息子2人は建築家、1人は牧師。孫に、ピューリッツァー賞作家のオリバー・ラファージ。ありがとうございます。